Xin chào mọi người, mình là Kiki đây. Mình có công chuyện nên mình đã quay về quê của mình tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản. Công chuyện mà mình nhắc tới là lễ kết hôn, nhưng không phải của mình mà là lễ kết hôn của em trai. Mình về nước để tham gia lễ kết hôn của hai em trai được tổ chức cùng một lần. Hai em trai của mình chưa tổ chức đám cưới được vì đã kết hôn vào thời điểm Covid và đã kết hợp tổ chức lễ cưới cùng nhau vào năm nay. Nhưng ở Nhật rất hiếm khi hai anh em cùng kết hợp tổ chức đám cưới chung như vậy. Hội trường cưới lần này cũng là lần đầu tiên tổ chức chung đám cưới của hai anh em. Câu chuyện là vậy, mình người anh cả chờ lấy vợ đang sống ở Việt Nam quay về để tham gia lễ kết hôn của hai em trai. Đây là cậu thứ hai, còn đây là em trai út. Lễ kết hôn sẽ tổ chức chung trong năm nay và cả hai cặp vợ chồng cũng có kế hoạch đi tuần trăng mật cùng nhau vào năm sau. Tất nhiên rồi, điểm đến của tuần trăng mật sẽ là Việt Nam và có cả bố mẹ cùng đi cùng. Em út và mẹ thì đến Hà Nội một lần rồi khoảng 5 năm trước, nhưng em trai thứ hai thì chưa đến Việt Nam bao giờ. Năm sau chưa biết là sẽ đi đâu, Hà Nội hay Đà Nẵng hay Hồ Chí Minh. Nhưng mọi người rất mong chờ. Hôm nay mình sẽ làm bánh xèo cho gia đình bằng nước mắm mà bột làm bánh đã mua từ Việt Nam qua nhé. スーパーにカットパインしか売ってなかったんで、今日はこのカットパインをヌプマムのだしに使います。よし、ケンジ混ぜて、ミツキ持って持って。じゃあ今からバインセオの粉を作ります。バインセオの粉を作ります。バインセオ作ります。ベトナム語でしゃべらん。今日はみんなバインセオにゃ。あ、みんなバインセオにゃ。やめろ。バインセオの袋を一袋 400g 入れます。あ、ターメリック入っとった。買ったのに入ってる。ターメリック入っとった。わざわざ買ってきたのに。あれな、バインセオにゃ。ぽい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 。これ何でできてる。面白い。笹じゃ、笹。竹と笹でできてる。あ、マツケン。じゃあココナッツミルクと、炭酸水 600ml 入れます。これ入れろ。それ全部入れていい。そうそうそう。ちょっとアップも入れて。めいちゃんこの中で寝たの。チャララン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 チャンチャチャンチャ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 ンチャチャンチャ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 。少しずつ入れます。お好み焼き、お好み焼き風。これまだもうシャバシャバよ。割ともっと入れる。まだよ。まだまだ硬い硬い。あ、そう、うん、だって薄くなるもん。まだ重たい重たい。あ、そうそう。あとこれに切れるんや。これにネギを加えます。ベトナム語でネギってなんて言う。ハインラー。ラ、ハイン、あ、ハイン、はい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 。本当はパクチー。パクチー入れんや。なんでこれにパクチー入れるの。とりあえず生地完成。もうこんな感じ。ベトナム語でどうぞ。ベトナム語で。ベトナムってどんな感じですか。みーちゃん、ベトナム語で自己紹介なんて。自己紹介、うん、私の名前は何とかです。トイテンラ、トイテンラ、ケンジ、トイテンラ、ケンジ、トイテンラ、ナミ、トイテンラ、ミナミ、トイテンラ、ヒロミ。
現地のじいさんっぽい。だってトイテンラン。トイテンラン。トイテンラン。ラン。ラー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 。トイテン、トイテンラー、橋本。私トイテンラトミエカズキカズキズマザーそこ英語なんだ知らんから俺も2年ぶりに作るからね、できるか分からん。俺がここに通るの、俺がここさっきの初めの最近のこんなに離れてるの。炒めて、生地をこのままぶち込みます。ありがとう。よいしょ。これちっちゃいの。よいしょ。で、もやしを、よいしょ、よいしょ。三十分間蒸し、三十分じゃねえよ、30秒蒸し焼き。30秒。半分にする。お好み焼き。そうそう。結構ね、油入れてサクサクするような感じで。そう、これで半分にせんにいけないけどね。この半分にできるかが。おー、ありがとう。おー、伸びてくれた。おー、ありがとう。いやー、そうなんよ。バインセヨです。どうぞ、乾杯。どうぞ、どうぞ。よし。このチリチリ上がってる音が、このバインセヨのセヨな。せよせよせよって言うよ。そうそう、せよせよせよって言うよ。せよせよせよって声。どういうことなの。せよせよせよ。ベトナム犬なんて、犬の鳴き声なんて。はい、できました。おいしそう。おいしそう。おいしそう。あれ見たか。まだパリパリ感が足りないかな。味見してください。どれですか。はい、どうぞ。味見。うわ、すごっ。カイ君、これ軽くちょっと、あ、まああれ葉っぱ包む、まあいいや、そのままに。そう、葉っぱに包んで、そう、葉っぱに包んで。なんか卵のこの辺が、あの昔のあの小学校の頃作ったお好み焼きのようにしょ、粉っぽさが残ってる。残っちゃう。粉っぽい焼きが足りんかったな。お好み焼き何でも当たる。これ食べ物で当たったの。何でも当たる。生卵。自分だけ、みんなでして自分だけ当たる。 OK。 まあ、もっとカリカリにしたかったんやけど、ちょっと最後の仕上げが甘かったかもしれん。カリカリにするね。ちょっと油をせんとけんやろ。まだやっぱ油が少なかった。メイちゃん、今日どうかな。今日味はうめい。味はうまい。でももうちょっとカリカリの方がいい、うん、よし、もう一回作ろう。味はうまい。はい、乾杯。もう乾杯する。もう一回乾杯。うん、はい、はい、はい、よーとか言うんじゃない。サワディカー。ありがとう。モハイバーヨー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 。結構合ってる、合ってる。合ってる。知らないのに。酒飲みは世界共通。適当なのに合ってる。酒飲みはノリやから。発音も良かった。発音も良かった。じゃあ俺ベトナム行けるの。それしか言えんのじゃん。生春巻きがやってきました。さっきよりはカリカリなはず。あれまだか。あれやべよ、本当に勉強すぎたんかベトナムで。ありがとう。ちょっとまず自分で食べます。どっちやと思
火は通ったの私でも、うん、こういうところ、うん、これこうちょっとつけりゃいいのピッとあれでももっとパリパリにしたいんやけどねはぁパリパリだパリパリだそうちょっと次あのもうちょっとこっちの生地を薄めたやつでもう一回作るいやお玉1個分薄めようよしもうちょっと綺麗やったけど何も全然まとまってる今はもう痛みすぎてせよ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 あ、あとガスバーナーだ。OK。さっきよりはサクサクしてる。うんうん。これバインセンになったやっと。うん、OK。合格。よし、取ろう。合格。ちけえっちゃ。いや、食べるとこでこんなもんやん。あ、もうサクサクだね。やらんのんかやらんのんかじゃあ、みつき、みつきちょっと、取れたかおいしいゴン、ゴン普通に壊してゴンゴン、ゴン、ゴン、ゴンではではあおいしくなった今までで一番うまいやっとパインセブンやったねやっとパインセブンあ、やっぱりちょっと、かしゃ薄めに作らないとダメやね粉っぽさがなくなったもんね。うん。ね。で、口に入れた瞬間、カリッて言うね。うん。さっきまで若干。カレつけてもまだカリッてちゃんとなる。そうそうそう。でも俺、いまだに大阪で何軒かベトナム料理食ったけど、うん、福岡のサイゴンを超えるお店に合わんのけど。確かに。ママ。俺もアレイヨの生春巻きまだ出会ってる。ほんまに？本当ですか？めちゃめちゃレベル高いやん。もうすごい、パリパリ。熱いうん、うん、うんね、ちょっと粉っぽさなくうん、うん、やっぱり粉と水の分量が大切っていうのが今日よく分かったあでもパリパリいいよやんあのパリパリいいよやんね、甘いコーヒーとお茶どっちがいい？コーヒー美味しいよね。甘いコーヒー甘いよ。甘い。あいい。でもこっちがいいかな。お茶がいい。うん、おーちゃんカシューナッツ作ったかい？あ？カシューナッツ買ってきた。いやこれベトナムで買ってきたカシューナッツ。まだ人食ったかい？かわいそう、ね、うん、おいしいね、ね、母さんもいいよって、うん、何を言った私がカシューナッツが乾いとってよく、よそうそうよく乾いてカシューナッツってシューってイメージだったろ、うん、違うんよこれが本物なの、うん、皮付きがおいしいよおいしいねうん、うんうん、よく乾いてるよく乾いてるちょ入れるだけだよな、これうん、何も書いてないお湯入れるだけだと思う、うん、そう、花だけねジャスミンの花だけつまみだけダイレクトでこれでこれでダイレクト茶になるわからん、俺も初めていや、初めてね、市場で買ってみたんようんうんわぁ本当はなんか砂糖、砂で入れるとかじゃないいや、どっちもあるねわぁね、すごい花を入れすぎたかな花入れすぎたかなとりあえずこれ閉じて俺ジャスミンティー大好きどっちがいいお前ジャスミンティーとコーヒージャスミンティーこれ乾いて美味しいよ何これカシューナッツ、うん、の皮がついちゃうそうなんよ皮ごとロースこっち来たのは皮ついてないじゃん普通はよー乾いてカリカリ乾いて、うんおいしい。おいしいね。あ、甘いんやんねんのら。おいしい。何言ってんの何ごとったうまいやろ。おいしい。
めっちゃ美味しいよ。ね。うん。いやこれめっちゃうまいで、これ。カシューナッツ、皮付きロースト。美味しいね。ね。美味しいね。うん。うん、両方乾いてもおいしい。おばちゃんと赤ちゃんで。は？カメラがおばちゃん赤ちゃんって認識してる。おばちゃん。年取りすぎ。やっぱ人間やっぱこう原点回帰になるよね。原点回帰する。もうまだ早い。まだ早い。まだ早い。なんかね、美味しいって何やったっけ。うんがうんがって何やったっけ。熱い熱い。ノンクア。うんがうんが熱い。ノンクア。あれそろそろお茶いいんじゃない？そんなにかかるの？かけた。そんなにかかる？いや、五分ぐらい経ってる。そう、ちょっと時間経ちすぎたね。つぼみと葉っぱじゃそんなかかるの？いやもう今出すぎちゃう。俺ママじゃ。ちょ元気入れてみたけ飲んでみて。6時からやったっけ。うん、味見して濃いかどうか。6時間ぐらい。なんかあんま濃そうじゃない、ね。うん、そんな濃そうじゃないけど。いややっぱつぼみやけ。つぼみしか入ってない。つぼみですからね。あでも香りはするわ。どんな時間かかるもんね。あ、いや、今俺が忘れとったよ。あ、そう濃い。あ全然濃くない。濃くない。やっぱね、こんぐらいがチキンジンの葉っぱがないと旨味はない。旨味ない。旨味はない。あ、そう香りのお湯みたいな感じ。試しに飲んでみる。いや、でも普通に美味しいよ。なんか、まあ、優しいというか、うん、茶ではない。ジャスミンティーって言われたら、うん、ティーって言われたらティーじゃないみたいな。あ、まあそうだね。ジャスミンって感じ。そう、ティーじゃない。あ、俺モロッコ行ったけど、これシロップ用かな。そうなんだね。お茶で飲むんじゃなくてこれシロップ用なんかな。いや、そのベトナム語、ベトナム語書いてあるじゃん。何年ベトナムおるんや。読みなさい。ちょっとおるやん。これお茶で読めるやろ。いや書いてはないん。あ、そうなん。うん、そうなん。書いてない、用途とか。へえ。シロップ用や多分これね。まあ、うん、これはねチェーサーやね。茶じゃない、チェーサー、うん、チェーサー。いや香りがするお湯みたいな。飲んでみる、うん、やっぱね飲んでみる。葉っぱがねえといけんのかもしれん。これ、ね、シロップ用や。シロップ、あ、もうせんにゃいけんの。あ、いやいや、違う、シロップにする。ジャスミンシロップ、香りつけてみたいな。ジャスミンシロップ。おめっちゃ綺麗。うまい。光の加減美味しいじゃん。でもいや、美味しいけど、こうお茶と比べたらなんかそのまああんまないや。まあ苦味はないけどね、葉っぱじゃないけど、うんうん、そう、うん、苦味はない。香り、うん、香りのするお湯。いや全然嫌いじゃないし、別に飲めるけど、うん、普通に美味しいけど。どっちかよ、もうギャギャうるさいの。俺まずいとは言ってない。ジェイサー、俺まずいとは言ってない。ジェイサー、いや香りのするお湯としか言ってない。ジェイサーって濃いもの飲んだ後の。いや、お茶と比べるみたいな。お茶と比べるとか言われたら、美味しい。私は好き。美味しいよね、うんうん、さっぱりして、うんうん、いい香りがして。うわ、それまたやべえやつやん。やべえやつやん。濃いめに作るもんなんだ。やべえやつ。美味しいよね、このコーヒー。ベトナムのコーヒー、甘くて甘い。濁って甘いっていう。またちょっとこの甘いのもなんか酒飲みよったらちょっとちょろっとこう。そうそう、美味しいよね。美味しいじゃん。さっぱりして。まずいとは言ってない。うん、まあ、そろそろ甘くて苦くて。デザート。デザート。美味しいんだよ。甘い。あんま苦い。美味しい。うん、ない。なんか意外と美味しい。美味しい。うん、美味しい。意外と美味しい。ちょっと酔っ払いにちょうどいいわ。酔っ払いにちょうどいい。甘くてちょろっと苦くてちょっと酔っ払いにちょうどいい。いいね。うん、いや美味しい。甘い苦いのが。意外におばちゃんに好評やった。意外やね。意外やね。おばちゃんがいいっていうの意外やね。苦味があるからいいんじゃない。あ、確かに。甘いだけだよね。美味しい、この甘いのが。お前。
そんな好きならまた別のコーヒー買ってくる。いやこれね、うん、多分ね酔っ払いの酒飲みのちょっと酔っ払いなんかなんかあるかも。酒飲みも美味しいもん。美味しい。俺酒飲んでない時美味しいと思わんかったんやけど。これ美味しいよ、この甘い。美味しい。甘くて苦いのが。うん。よかった。多分濃いめに作ったから本当に濃いと思う。本当に濃いよこれ。うん。本当に濃いと思う。チョコレート焦がしたやんかじゃない。うん。はいどうぞ。濃い。甘いと。もうちょっと、もうちょっと薄めたいな。もうちょっと薄め。さすがに缶コーヒーより甘いぞ。代表的なのは練乳か。ベトナムコーヒーですね。倒されても気になってしょうがないよね。なんかね、こう、うーっとこっちからやってくるよね。まあ、もっと薄めてもっと薄めてもいいと思う。あーでもめっちゃ好きです、チョコレート大好きやから。あそう。あその炊飯器じゃないからね。あ来るの、手を伸ばすよ。はいやっちゃえ、よし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 。うなぎです。ケンジクッキング。ねえ、めっちゃうまそう。焼きのひま焼きな。焼きのひま焼き、卵焼きもやちょこっと。そうそう。ネタ乗っけてから一緒に。すごい。ちょっと一回配ってくる。うん。一回売ってこよう。どうした？